よし、どうも皆さんこんにちは、キラと申します。前回破格のダメージです。楽しかった。知ってますか、かき氷ってですね、溶けるとジュースになるんですよ。当たり前じゃないかと。じゃあですね、魔王のドッツ下見しましょう。早速、うっはっは、オスタみたいな顔してるな。よし、やばい、ラストダンジョンかなこれ。なんかすげえ BGM 壮大。あっ、ああ、いや、魔王のドッツのボス、もしかしてこれ、なんだ、名前先行ボスなのこいつ。まさか魔王の洞窟にこんな、自分がちょっと名前をつけて後悔した。よし、行きます。おにゃま、可愛くなって朝から出しゃばいで、はったりが解けない子供がいるざます。大商人を語るとは悪い子ちゃんざます。もう誰様やられちゃいます。先行を殴る、ここはがまず殴れ。エリーは殴りかかろうとしましたが、アイリーが止めました。何でもないざます。実はざますね、私はあんたたちと喧嘩するのはやめたざます。私は今までのことを反省したざます。あんたたちを敵に回すとろくなことにならないざます。だから今度はあんたたちを味方にすることにしたざます。あんたたちはいろんな頼みを引き受けることもざます。次は私の頼み事を引き受けざます。はい、おほほほ、あんたたちがどう言おうと私は頼むことに決めていたざます。私今度はカジノで儲けることにしたざます。だからギャンブラーを探しているざます。あんたがそれをやるざます。わきまえはたんまりと出すざますよ。今度こそ殴れ。エリーは殴りかかろうとしましたが、アイリンが止めました。優しい。アイリンは戦闘能力を考えました。あ、はい、え、いいか戦闘、俺たちは金持ちになった。世の中で信じられる唯一のものは金だ。金は力だ。だから無駄に使ってはダメだ。今まで俺たちを見下してきた連中、そいつらを金の力で見返してやることができる。アイリンはとても悲しくない。ギャンブラーを探している。わかりました、ギャンブラーを来てくれば大丈夫なんでしょうね。これボイボイイベントなんですけど、本当は自分も覚えてるほどの、やっぱなんて言いますかね、悲しいイベントだったイメージはすごいあるんですよ。だからちょっとね、まあこれについての見解は皆さんで考えてください。はい、自分はちょっとこれのセリフを読むだけにとどめようと思います。うん、深くね、ちょっとした感想しか言わないと思います。はい、こういう感じの表現はしたいんですけど、仮説を成り立てるのはあまり良くないんで、はい。まあ、そういうわけですね。まあ、ここはね、皆さんで考えてみたいと思います。自分は読むことだけに集中したいと思います。では、行きましょうか。私、今度はカジノで儲けることにしたザマス。だからギャンブラーを探しているざます。あんたがそれをやるざます。分け前はたまりと出すざますよ。あん、もうギャンブラー来てるざますか。やる気満々ざますね。それでは次のためにざます。忍びの里に忘れ物したざます。トンチンカなばあちゃんのいる食べ物やざます。私の大切なバッグ、それを取ってくれざます。
そうそう、ここここフリギントン忘れ物、天候の忘れ物、うわ、なんだか騙す騙す言ってた男を忘れていたに、バック、ああ、あの夢を食べるという、違う、なんだ、川のことかい、それに忘れたからかい、天候のバックを受け取りました、はい、ありがとうございます、ああ、間違えた、すみません、噛むナイフを天候もね、悪いこと言えないな、ね、どうも私のバッグを取ってきたザマスか、これね、いろいろ書類や道具が入ってるザマス、全部人を騙される道具ザマス、これでがっぽり儲けるザマス、まずはカジノを作るための建物をぶん乗るザマス、そしてあんたがイカサのギャンブラーとして活躍完璧な計画ザマス、もう決めた、殴る今殴りかかろうとしましたが、アイリンが止めました、今までのアイリンが飛び出しました、なんざます、暴力はいけねえざます、いいか先行、金をもっと貯めるんだ、もっともっと金持ちになるんだ、そうさ、ざますよ、どんなやつだって返してやれる、よく覚えておけ先行、金をたくさん持ってるやつこそが優れたものなんだ、どうして、どうして、あなたは、あなたは寂しい人、お金では自由にならないものあるはず、そんな涙には騙されないざます、泣いたから何か変わるというざます、ゲホゲホ、お金しかないぞマス、人の心信頼、実の金では得られないものがたくさんあることなんて、そんなことは知っているさ、今さらどうしたらいいんだ、私の人生は何だったというんだ、答えろ、答えてみろ、子供から見れば汚い大人だろうさ、汚れたずるい大人だろうさ、だがな、逆に大人には子供の純粋さが鼻につくこともあるのさ、誰もが清くて純粋だと思うか、純粋な気持ちで心が動くと思うか、感動すると思うか、なわけがあるか、そんな涙で人を変えられると思うのか、涙ちょうだいはもう結構だよ、私はもうぐっ、お嬢ちゃん、もう一つ教えるよ、私は近いうち死ぬ、長い間悪いことをした罰が当たったの、もうこの体は長くは持たない、治らない、助からないのさ、
お嬢ちゃん、お金では買えないものをもう一つ教えてやろう。それは自分の命だよ。金で命が買えるわけではない。だが私の人生は金を貯めることが全てだった。だから最後までそうすることにするよ。くだらないことを言ってしまったぞマス。もう二度と会うことはないぞマス。待ったのか。もうもうもうあーもうまた脱力感すげえ。もうええわ。